神戸高速線は兵庫県神戸市の新海地駅から神戸三宮駅に至る阪急電鉄の鉄道路線。この路線は神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者として線路を保有し、阪急が第二種鉄道事業者として旅客運送を行っている。神戸高速鉄道での路線名は阪神電気鉄道の神戸高速線区間も合わせて東西線である。 神戸市中心部において、阪急神戸本線と山陽電気鉄道本線を、阪神神戸高速線を介して接続しており、新海地駅高速神戸駅間では、同線と重複している。花熊駅神戸三宮駅間の約600メートルを除き、全線が地下線となっている。なお、正式な起点は、新海地駅だが、列車運行場は、神戸三宮駅から、 新開地駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。地方鉄道法時代は、神戸高速鉄道が、阪急、山陽から車両を借用して、自社路線として運営していた。鉄道事業法施行後は、神戸高速鉄道が、第一市鉄道事業者として認可されなかったことを受け、阪急、山陽が当路線の第二市鉄道事業者となった上で、改札、 運賃収受、補選などの業務を等路線の線路等を保有する第三種鉄道事業者となった神戸高速鉄道に委託。運賃制度が据え置その後、乗り入れ各社の運行形態の変更や阪急阪神経営統合、出資比率の変更に伴い、阪急の西大駅新海地駅間と山陽の第二種鉄道事業は2010年10月1日に廃止され、 西大駅新開地駅間の第二市鉄道事業は、阪神の単独に、高速神戸駅三宮駅間の第二市鉄道事業は、阪急の単独にそれぞれ変わり、産業は単に乗り入れてくる形となった。同日に、新開地駅三宮駅間の列車運行管理業務が阪急へ移管され、駅運営管理は、新開地駅、高速神戸駅が、阪神、花熊駅が、 阪急に変更され、駅名標も管理する各社のデザインと同一のものになった。それに合わせて、神戸高速線各駅の駅、ストムなどの従業員のほとんどは、阪急及び阪神が、神戸高速線の業務を新たに委託した、阪急レールウェイサービスに転籍して業務に当たることになった。営業に際して表記する路線名称についても、第三種鉄道事業者の定める。 東西線に代わり、第二種鉄道事業者の定める、阪急神戸高速線とされた。これらの結果、運賃設定を除けば、全国で多数例のある、第二種、第三種の鉄道事業形態に習うものとなった。なお、駅の場内アナウンスや発車ベルについては、新開地駅、高速神戸駅では、阪神仕様のものに変更されているが、 花熊駅では2010年10月1日の体制変更以前のものが引き続き使用されていた。その後駅名を大阪梅田に変更された時にアナウンスはそのままに、阪急の到着メロディが使用され、後に阪急仕様のアナウンスとメロディに2020年12月4日に変更された。地上から地下の花熊駅へ向かう阪急神戸本線運行形態も、 山椒神戸高速鉄道は、第三種鉄道事業者となる以前から車席を持った自社の車両を保有しておらず、すべて阪急山用の各社所属の旅客用車両で運転されている。西大駅新海地駅間が阪神単独となった後も、新海地位等に阪神の車両が乗り入れることはない。阪神を含む各社のダイヤパターンに合わせる影響で、 新開地駅や高速神戸駅で時間調整を行う列車もある。かつては、阪急神戸本線が昼間10分、阪神本線が12分、山陽電気鉄道本線が15分サイクルのダイヤを採用していたため、非常に複雑なダイヤであった。現在は、阪急、阪神が10分、山陽が15分サイクルである。現在は、すべての列車が各駅に停車する。 1991年4月7日改正で、山陽特急が大開駅、花熊駅を通過するようになったが、1998年2月15日改正で、再び両駅に停車するようになり、2001年3月10日改正で、山陽特急の乗り入れ自体が廃止されている。各種別の外況を以下に記す。特急、編集深夜時間帯を除きほぼ終日で、 運転されている。基本的には、阪急大阪梅田駅新海地駅間の運転だが、早朝には、西宮北口発新海地域が設定されているほか、朝、夕は、阪急大阪梅田駅高速神戸駅間で運転されている。阪急の車両で運転されている。1998年2月までは、山陽電鉄本線スマウラ公園駅まで運転され、3車。 直通運転を行っていた。通勤特急、編集平日朝ラッシュ時のみ運転されている。基本的には、阪急大阪梅田駅高速神戸、新海地駅間で運転されている。女性専用車両が設定されている重量編成の列車は神戸高速線に乗り入れない。阪急の車両で運転されている。快速急行編集深夜を中心に運転されており、 早朝に、新海地発阪急大阪梅田駅の一本以外は22時以降に運転されている。基本的には、阪急大阪梅田駅新海地駅間の運転だが、高速神戸発阪急大阪梅田駅、新海地発西宮北口駅が、それぞれ一本ずつ設定されている。阪急の車両で運転されている。休校、編集度休日のシニアに、 大阪梅田発新海地域が一本設定されているのみとなっている。阪急の車両で運転されている。通勤急行編集、平日朝ラッシュ時に、新海地駅、または高速神戸岸発の大阪梅田駅が設定されている。神戸高速線に乗り入れる下り列車の設定はない。阪急の車両で運転されている。S 特急。 編集阪急方面への運行設定は一時期消滅していたが2016年3月19日ダイヤ改正で再設定された。同休日の朝の東、二見発阪急神戸三行域一本のみの設定で阪急神戸三宮発の設定はない。山陽電鉄の車両で運転されている。普通、編集朝、夜のみに設定されている。基本的には、 阪急大阪梅田駅高速神戸駅間の運転だが一部列車は阪急大阪梅田駅新海地駅間の運転である。また、ラッシュ前後や深夜に西宮北口駅高速神戸駅新海地駅間の列車が運転されている。阪急の車両で運転されている。普通、編集ほぼ終日において設定されている。基本的には、 阪急神戸三宮駅三洋姫路駅間の運転だが、東諏間駅、三洋諏間駅、高砂駅、四川駅発着列車も設定されている。三洋の車両で運転されている。1998年2月までは、阪急神戸本線六甲駅発着列車が設定され、三車直通運転を行っていた。阪急の車両で運行される列車には、阪急の乗務員が、 山陽の車両で運行される列車には山陽の乗務員がそれぞれ乗務する。高速神戸駅で交代することもある。ありがとうございます。